ショアラインシャイナー Z バーティス R98FSSR になります昨年発売になったバーティス R125FSSR の98ですね小型ベイト対応バージョンになります新しい SSR シリーズね最大の特徴はねリップが小さくなっているこのリップを小さくすることでアクションがね抑えられて、まあ、ヌメヌメロールアクションという まあ表記をしてるんですけどもいやもうできる。で最大の特徴は当然あの干潟みたいなね指水エリアではゆっくり引くことでねアクションを抑えることができるんですが強い流れの河川とか背の中にねこのルアーを流し込んだとしてもリップが小さいんで弱ったベイトフィッシュの動きが演出できるこれが前作との大きな違いです。 でさらにね、125の SSR で分かったんですけど、リップを小さくしている分、早巻きにもね、対応できるんで、えー、青物狙い、これにもね、最適なんですよ。ぜひ、使ってみてください。